3番の目取り務めさせていただきます、ヤバイ大別屋さんです。よろしくお願いします。今度は1曲目のいきなり新曲インストを聴いてください。ネイバーフードバリーズフロムルークインナミラー。じゃあ、サードステージ飛んでさせていただきますヤバイ大仏屋さんというバンドです。よろしくお願いします。はい、ということで、学祭バンドのライブ、昨日今日とやっておりますけれども、僕たちは今年の学祭バンドの中でおそらく平均最高学年、平均最高年齢じゃないかなという感じで、4年生3人と M1 と M2 で組んでるバンドでございます。まあだからそういう高学年で組んでるから、まあ挑戦的な、ね、曲をやりたいねということで、ヤバイ曲、バンド名にあんま意味はないけど、ちゃん曲でヤバイ曲やるから、ヤバイ曲やるからって言って、予算はどっからついてるのかちょっと覚えてないんですけど、そういう、まあ、ヤバイ曲を、7曲8曲ぐらいやってみたいと思います。ということで、時間ちょっと押してるんですけど、僕たち卒業ライブっぽいことを一切しない予定でずっと来たから時間を押してるから MC 全カットできますあんまり卒業ライブっぽい感じでやらずにやっていきたいと思います。ということで2曲目、今の1曲目はですね、キャディラックスカイという、皆さんご存知かなと思います、バンドだったんですけど、2曲目もちょっとキャディラックスカイの曲を続けていきたいと思います。歌曲ですね。よし、ではバンジョーを披露の中に注目ください。では2曲目いきましょう。 Can't Trust the Weather。 Heard that he hated it.
tattoo. She was loving baby this September, I mean September. So I got to close it up the battle. フェスバンド、ジャムバンド、他の人は実は全員組んでて、組んでなかったらごめんなさい、誰かおしゃれ組んでて、何かしらで組んでたんですけど、ヨシノリだけ組んだことなくて、で、まあなんか、あと一人ってことです、なんか組みたいねってことで、話を結構まあ前からずっとしてて、で、まあ組もうって話になって、で、その後は翔太さんを翔太さんを誘ってで、なんか3人でヤバいのをやろうみたいなざっくりとやってて、で、どうやってやったんですか？なんか飲み会かなんかで、なんか飲み会の時にそう、なんかあの LINE でフィドルもベースもなんかすごいもうヤバい人連れてこようっていう話をしてそしたらなんか翔太さんがすごいなんかなんかダメですか？ダメじゃない、ダメです。なんかすごい、俺がグッサンチで飲んでる時に潰れそうになってコボさんに介抱してもらってる時に誘ったんですで、あって、そうで、したらもうベースは俺が誘った気持ちなんだけど、なんかベースはもうそういう曲できる、けどなんかやろうって言ったらウィスって返ってきてちょっとね、やろうって言ったらウィスって帰ってきたっていうか、なんかもうバンドラインに招待された後にあ、入っといてみたいな感じでなんか学祭バンドをこうなんか自己承諾型で組まれて初めてなんですけど、なんか学祭バンド組んどいたよみたいな感じのまさかこんなにきついバンドだとは思わなかったまあそんな感じで、ね、もう
割と最終業が適当に組まれたバンドっちゃバンドなんですけど、まあ、こんなメンバー集まりまして、いろいろやっていきたいと思います。で、今、2曲キャビラックやりまして、3曲目は、また僕が歌います、スマイルチュールのランブリマンという曲ですね。まあ、ちょっと、さっきの曲よりは普通なんですけど、最後の方にまたちょっとヤバいポイントがある曲となっています。では、聴いてください。ランブリマン。難問着もあって、秋冬になりまして本当は最初は海外に行く予定だったんですけど、秋冬になりましたね。何かいろいろあったら秋冬になるんですけど、で、なんか、でまあ、いつも通り、まあ、秋冬行ったことある人多いかなと思うんですけど、バイキング多分行って、なんか、吉野里
ぽい人いるなみたいな、なんかあれ吉野っぽいのになんか吉野っぽい人が向こうにいるなと思って行ったら吉野のお兄ちゃんで、あの何が起こったか簡単に説明すると、あのまあまあまあ、あの俺は卒業旅行で、まあ、サークルでちょっと旅行行ってくるからみたいなこと言って、行き先とか特に言わずに、まあ、旅行行ってくるからだけ行ったんですよ。そしたらなんか俺以外の家族3人、父母兄がなんかあいつ遊びに行ってるし俺らもなんか旅行しないみたいな感じで話しまして、で、あのまあそんな、まあ、一泊二日だし、まあ、近場がいいよねっつってなんか秋湯行ったらしくて、たまたま秋湯グランドホテルに家族大集合って、はい、あのまあ里偶然ね、本当にたまたま偶然、あのなんか佐藤家の家族旅行から省かれてる事実をちょっとそこで、ね、初めて知ったんですけども、たまに入れ替わってたよね、たまに一回も入れ替わってないだいぶ別に卓球大会の時入れ替わってない、卓球大会はお兄ちゃんだよ、いや俺割と負けてたの俺の方なの、はい、まあてなわけでいろんなわけについてるんですけど、4曲目はですね、ちょっとボーカル若干変えまして、暗くて暗くなったかっこいい曲をやってみたいと思います。4曲目はパンチブラザーですね、ニューヨークシティという曲をやってみたいと思います。Let's go.
はい、もう半分超えて、コンビニスカもサクサク行って、もうちょっと挨拶とかしたり。いやもう、もういいですか。しなりだけやっといたらいいんじゃないですか。卒業しないよね。卒業しないのにね、よしよ。卒業しないです、僕は。はい、ということで、このライブはどういうふうにやろうか。まあ、今までその学祭バンドがライブをするっていうのは、あんまりなかったことかな。学祭バンドだけが集まってやるっていうのはなかった。試みなのかなと思うんですけど、もともと結構僕去年とかから学祭バンドなんか結構いいのいっぱい組んだのに、なんかこれで終わるのもったいないなと思うことよくあって、結構皆さんもそう思ったバンド何個かあるんじゃないかなと思うんですけど、でなんかせっかく5曲もやったんだからあと2曲ぐらい出せばライブできるじゃんと思って、で結構その学祭やる前からもうライブ組んバンド組んだ時点から割と、まあ、このバンドはライブをやろうみたいなことはちょっと考えてやってて、そうですね、で、学祭まあそれ決まってたんですけど、どこを誘うとかは全然考えてなくて、でその学祭の打ち上げの時に直行とかババちゃんとかがなんかライブやりたいですみたいな誘ってみたいな感じだったのを覚えてるから、打ち上げの時に出てきて、でそうなんかオープニングアクトでもいいからみたいな感じなんかやって、でそれでそこのバンドじゃ一緒にやろうかってなって、それであとは、まあ、僕が見ててすごい色んでいいなと思ったし、なんかそのアンケートすごいいっぱい書いてあったエブリン・ハラダを誘って3バンドでやることになったのが、まあこのライブの行き先というか感じなんですけど、まあ、だから来年以降もね、今年はこのライブができてからその急遽昨日もね学祭バンドがやったりしてて、いっぱい学祭バンドがライブしてたので、来年以降もまあいいバンド組めたらそういうのやってみるのも面白いかなというふうに思います。ということで、じゃあインスト3つあるんですけど、明治にも書いてあるけど、そのうちの2つ目 BPM185、 僕が今出来た中で最大の速さですね。これを超える曲は知らないんですけど、マンドリンとフィドルバンド、もうそろそろいいですね。頑張っていきたいと思います。よし、大丈夫、テンポ180分ちょっと確認していいですか。あ、いいですね。あの、気抜くとマジで180とか175ぐらいで終わっちゃう可能性があるんですよ。それだって県大会レベルですから、東京オリンピックに出すなら。では聴いてください。マーティーズキッチン。ワン、ツー、スリー、フォThank you.
息切れが、息切れがすごい。こんな感じで。ここかマスラオブリのあの何だっけ、スティールドライビングマンかくらいの本当速さだと思うんですけど、ギターやってる人多分分かると思うんですけど、表と裏並立させること無理なんで、なんかこのスピードになってくると裏か表かしかできなくて、はい、それで、ありがとうございました。じゃあ6曲目ですね。一転して、まあ、テンポを落として、またジャッキーにもう一曲もらいたいと思います。よいしょ。この前その秋冬にその行ってきたのさっきしたんだけど、卓球大会をねしたんですね。まあ秋冬行ったらなんかしないと本当に何もしないで終わっちゃうからなんか申し訳ないからやばいと思って卓球大会行ったんですけど、あのまあツイッターとか見てくれた方は分かると思うんですけど、商品を本当に豪華にしまして、計4万何千ぐらい景品にかけまして、まあみんなから2000円ちょいぐらい集めて、それで景品にしたんですけど、まあ、ディズニーの、ね、チケットだったり、ギフトカタログだったり、スタバのプリペイド券だったり、まあ、そういうのを用意したんですけど、そんだけ商品かかると人ってあんなガチで卓球やるんですよ。もう常に規制が上がってて、発狂しててもいいんですよ。そう、なんか叫び声もあらゆるところから、あらゆるところから叫び声聞こえて楽しかったね。なんかその、ビリーもね、あのバイキングの会場から寿司をこっそり持ち帰って、はい、わさびを塗りに塗ってで食べてね。そう、わさびって本当に多分僕も食べたことないんだけど、あんなに大量に食べると息できなくなって涙が自然に出てくるのに相当強そうです。なんかもうめっちゃ本当にヤバかった。ちょっとごめんなさい、ちょっと今頭が働いてなくて酸欠、多分語彙力はもうすごい勢いで今低下してる状態なので、昨日今日でね、4ステージ目ですから、吉野が誕生日をね、この後飲み屋に迎えましょう。打ち上げ来てね、みんな。はい、じゃあ6名マウンテンハートの曲ですね。おーおー、歌ってくれるとありがたいです。お聴きください。はい、Don't come round, back, don't come round me no more. Witnessing the chance, I can leave no open door. Cause every time I let you in my heart, you take my word and tell it all apart.Just call my name and die
ありがとうございました。ありがとうございました。おなじみ、じゃあおなじみですね。グラフィックパークのやつですね。はい、ということで。今の時間がおかげさまです。すいません。9時半。あ、意外と大丈夫。ちょうど行きます。まだ大丈夫です。はい。ということで、次の曲で最後になります。このライブも。これでおしまいでございます。最後の曲はこれも新曲というか拡散終わってから、手を出した曲でニューグラスリバイバルの、かっこいい曲になってます。僕たちなんかその吉永が陰死だったせいでせいで中からなんですけど吉永が陰死だったおかげで12月1月一切バンドにできなくてで2月の今日24ですよね。だから1ヶ月ないうちに新曲を3つしかもケネリックスカイとかパンチプラザーズとか仕上げなきゃいけないんです。ほんとなんかきつかった感があるんです。なんか最高の方も毎日バンド練してたんですよ、ね、昨日と一昨日と週3ぐらいそうですね、一昨日はやばいなって思ったけど昨日であ、はい、大丈夫かな、そのぐらいギリギリ感で仕上げてきたんですけど、まあ最後の、その今月のヘッカッターって仕上げたかっこいい曲になってますのでお聴きください。よしよしよし、では最後の曲聴いてください。 In the middle of the night。Midnight, with the morning light.
fancy well. This is a little something. じゃあもう一曲をこれから披露したいなというふうに思います。本当にこのバンドなんかすごいいいメンバーばっかりで本当にこれで終わってしまうのが寂しいというか、でも、最後気持ちよく演奏して終わりたいと思います。最後じゃあ それでは今日は会場をお貸ししてくださったカフェモーツァルトの方にお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。そして、本日お越しいただいた皆さん本当にありがとうございました。待って、最後まで俺やんのこれ。俺が主役では決してないライブなんですけども、主役でしょ、やばいライブって、はい、はい、打ち上げみんな来てね。やるよ、最後いきます。いや、もう一緒にブレイクじゃないから。いや、はい、ということで、やばい、大丈夫です、ということでした。最後はですね、まあおなじみの曲っちゃおなじみの曲かな、1年生、2年生がこれ以上だと間違いなく知ってると思います。その曲をやってた万丈式の岸田さんも後ろで見てるということで、はい、ではやってみたいと思います。では最後聴いてください。ザ・マグニセンス、最後ワン・ツー・スリー・フォー。
Thank you.